ちは。青森から来ました佐藤慎介と申します。僕出身地が宮城なんですけど、青森の大学行って教育学部入ってって感じです。今日恥ずかしながら初めてイブリカコ食ったんですよね。めっちゃんこうまくて大量に買って帰ろうと思いました。まあそういう、まあ、余談を置いといてなんですけど、まず一言言わせてもらうと、僕計画、留学計画の目標を達成に失敗しましたです。まあどうやって失敗したか、まあ、その失敗がどう結果的にどうだったかっていうのも含みながらお話しさせていただきます。応募した経緯なんですけど、大きく2つありました。アメリカで観光地経営を学んで東北地方に還元したい、これきっかけがあって、僕教育学部だったんですよね。で英語の先生なんかだったんですけど、いろいろあってちょっと違うなって思い始めて、自分のしたいこと何なんだろうなって思い始めたんですよね。である日留学生とお話ししていました。留学生と夏休みの旅行の話してたんですよね。で夏休みどこ行くのって僕が聞いたら、みんな東京、奈良、大阪、京都みたいな、まあ、いわゆるゴールデンルートだったんですよね。で僕は出身地が宮城なので、ちょっと宮城おいでよ、仙台おいでよって言ったんですよ。そしたら留学生です、宮城どこって言ってたんですよ。でその留学生、青森県の留学生なのになんで宮城知らないのって、めっちゃ近いじゃん。あと他にも仲いい友達に宮城おいでよって聞いたら、宮城嫌いって言われたんですよ。なんでって聞いたら、なんとなく、えって、ね、でそれがすごいショックで、そこからちょっと興味を持ち始めて勉強したら面白いなって思い始めて、このテーマにしました。英語環境で働いてみたいっていうのは、僕英語めちゃめちゃ下手くそで、昔も今も下手くそなんですけど、昔はめっちゃもっと下手くそで、センター試験の英語の点数が120点以下、まあ、いわゆる平均点以下なんですよね。少しずつ自分で英語を勉強し始めて若干できるようになって、でここまで英語力上げたんだから英語環境でも働いてみたいって思い応募しました。留学概要としてはテーマは観光、東北地方の観光なんですけど、タイトルが東北地方を世界有数の、世界で一番訪れたい地域にするっていうものなんですよね。端的に言うと、この目的の達成がこれ全然違うなっていうのを留学中に、まあ、気づいた感じです。アメリカのワシントン州の一番左側のところに留学していて、9ヶ月間大学の授業を受けていました。3ヶ月間旅行会社で働いていました。経費ちょっと端的にお伝えしますと、すごいお金かかって300万後半かかりました。でこれをどうしたかというと、飛び立てから奨学金いただいて、あと留学エージェントからこの留学申し込んだんですけど、そこからも奨学金いただいて、あとインターンシップ中にお給料でしたので、そこからいただいて100万円に抑えたっていう感じです。アドバイスなんですけど、3つあって、とにかく日本語でも英語でも留学の興味は留学先に大学の情報であったり、企業であったり、ボランティアの情報っていうのは調べることがいいかなと思います。で2つ目に、いろんな人からフィードバックを得て、その留学計画をブラッシュアップするというのは本当に重要だと思います。本当に飛び立て経験者の方であったり、友達とか先輩後輩親とか大学の先生とか、あと僕のことめっちゃ嫌いな人いるんですけど、僕のことめっちゃ嫌いな人にも頼んでフィードバックを、いろんな目線からフィードバックをいただきました。で最後はこれが本当重要で、行動する。でなんでこれが重要かというと、やっぱ飛び立てお金もらうじゃないですか。で何もしない人にお金あげないじゃないですか。でどういう人にお金あげるかというと、今まで何かしらやってきた人、今まで何かしらやってきたから、こいつ留学行ってもこのお金無駄にしないな、ちゃんとやってくれるなって信じてもらえればお金、まあ、奨学金いただけると思うので、この行動して何か積み上げていくっていうのは重要と思います。留学でどんなことを学んだのか、大きく4つに分けてお話ししていきます。でここが、まあ、さっきの失敗につながる点なんですけど、観光って目的じゃなくて本当に手段だなっていうのを実験しました。実感しました。どういうことかというと、僕がそのタイトル、東北地方出身で東北地方大好きで、もっと東北が有名になってほしいとか、その観光客来てほしいとかっていうものがあったんですけど、で東北地方が一枚になったとして、それ誰が幸せなのかって言ったら、別に誰も幸せじゃないんですよね。僕のただのエゴが満たされるだけで、まあ、確かにお金は落ちるかもしれないですけど、東京と京都とか大阪とか、そのくらいの、まあ、層の人がまるまる同じくらいの人数遠くに来て、そしたら遠くに住んでる人すごい困るじゃないですか。なんか観光客だらけだみたいな、今まで自分たちが住んでた場所が
で観光はなんで存在しているかというと、まあ地まあ、遠くの県であったり市であったり町であったりそれぞれ各、まあ、地域がこれだけのお金が必要だこれだけの、まあ、これだけのお金が必要だそのためには観光でこんだけ儲ける必要があるってそういう手段なんですよね。その地域を良くするための手段っていうことを痛感しました。で2つ目は東北フェアというところで東北フェアというイベントがあったのでそこで東北の食品売ってました。でジェトロってご存知ですか、ね、ジェトロは青森 JICA が国際協力国際開発支援だとしたらジェトロは国際貿易支援なんですけどそれが協賛した東北フェアでボランティアしてました。東北を売る気という貴重な経験を得ました。3つ目はクルーズの旅行会社で10週間インターンシップしました。ここも失敗丸2で留学計画には観光地経営組織でインターンシップすると書いてあるんですよね。その観光地経営組織インターンシップ面接しようとしてレジュメ送ったら、まあ、こういうダメって言われてあやべっつってで留学計画書き直して なんとかクルーズの旅行会社でインターンシップ獲得することができたのでそこで10週間インターンシップしました。でこのクルーズコーチとして日本の課題をすごい発見しました。というのも僕がインターンシップしてたのは北米で1、2を争うくらい本当に大きな、まあ、日本の GTB みたいなクルーズの旅行会社だったんですけどその旅行会社のサイトに、まあ、ツアーを調べる欄があるんですよね。検索してイタリアとか調べるともう何十何百とかクルーズ飛行地からの1日ツアーみたいなのあるんですよね。日本で調べたら日本4つしか出てこなかったんですよ。東京と大阪、東京3つ、大阪1つくらいしか出てこなくてなんで北米でめっちゃでかい会社なのにそれしかないって相当やばいなと思ってこれが本当に課題だと思って実は今週にあの青森放送と青森の観光に携わっている方の前で講演する機会があったんですけどそれちょっとなくなってしまったので次そういった機会があった時にちょっとお話ししたいなと思ってます。丸4最後なんですけど自然最高だなっていうのに気づきました。恥ずかしながら僕全然ハイキングとかしたことなかったんですよね。でもアメリカ特に僕がいた地域の人はすごいハイキングに行く方が多くて週末とかハイキング行こうとされて行くっつって行ったらもう最高 でこれなんで最高なんだろうと思ってすごい調べてたんですよね。そしたらバイオフィリア仮説っていうのがあってそのバイオフィリア仮説っていうのは人と自然が生徒的につながりを持っているという仮説ですごい納得したんですよね。なぜかというとずっと人って、まあ、人っていうホモサピエンス時代からずっと自然の中に囲まれてきてここ数百年の中で建物の中に住み始めたじゃないですか。でそこでやっぱりずっと今まで一緒に生きてきた自然に触れたらすごいリラックスしたり幸せになる、まあ、幸せな気持ちになるっていうのはまあなんとなく納得するなと思って。でもやっぱり日本人ってずっと今オフィスの中で働いていて4日の時間も少ないですし自然に触れ合う価値というのはどんどん価値が高いと見られていない。そういったものを観光を通じて何か変えていけないかなと思っています。最後のスライドなんですけど留学から得たことと留学から得たこと留学を何したかそして今後これしたいっていうのをお話しさせていただきます。留学から得たことは本当に観光は目的ではなく手段、何かを達成するために観光というのが続けられているということを本当に実感しました。で2つ目は度胸をつけました。というのも授業もプレゼンの授業があって何回も人前で ネイティブスピーカーの前でプレゼンをしたり、まあ、政治に関するプレゼンとかもしたりあとはインターンシップ中に、営業チームが20人くらいいたんですけどそれに向けて日本の観光地についてプレゼンをしたりあとはインターンシップ始まった日に一番最初の仕事が電話をかけだったんですよね。で僕そんな英語も上手くなかったですし突然インターンシップ始めて初日にじゃあこのビジネスパートナーに電話してこれ電話してって言われてめっちゃ焦って1回の電話30分かかったんですよね。でも少しずつ練習したり自信をつけながら最終的に5分で1回くらいの電話5分で1回終わらすことができるようになりました。で留学後何したかというとエクスペディアってご存知ですか。エクスペディアの日本支社で2ヶ月間インターンシップをして
もういろいろ、エクスペリアってすごい観光かける IT の会社なんですけど、そこで IT すげえなって気づいて、日本であったり、まあ、世界中の観光だけにもかかわらず、いろんな課題を IT で解決できるなと思ったので、まあ、そこで IT の力を使って観光、または観光ではなくともいろんな問題を解決していきたいなと思っております。で、今絶賛就活中で、昨日まで東京にいたんですけど、まあ、僕が目指している IT 企業に入れたらいいなと思っております。以上です。